こんにちは、柴田です。今回は杉蔵さんモデル D2 のレビューです。杉蔵さんのモデルの中でもね、一番人気と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。杉蔵モデル D2 です。そしてこちらは私のメインギター菊丸をですね、モチーフに作られたギターになっております。コスト的な格差はですね、こんな感じであるんですけれども、私のメインギターもですね、なかなかいい感じに仕上がってるので、これもね、動画の後半でね、音ね、お聞きいただけたらと思います。今回のメインはこちらの D2 です。早速ですね、スペック見ていきましょう。めちゃめちゃかっこいいっすよ、このレリック。かっこいいっすね、めちゃめちゃ上手、仕上がりがね、素晴らしいです。めちゃめちゃリアリティありますよね。ほんとかっこいい。ネック裏もね、ご覧いただきましょう。こういう風な感じで裏もレリックされております。クラックもね、見ていただきましょう。かっこいい、ほんとかっこいいですね。もう見てるだけでね、よだれもんなんですけれども、千葉管楽器にね、入りまして、お借りしてまいりました。最初に持った時の印象としてはね、レッグが太めになっております。そしてね、少しだけ V 寄りなんですよね。このタイプっていうかね、このシェイプはね、ちょっとね、初めて僕も持った感じです。非常にね、弾きやすいです。で、 R は緩めで、独特なフレット、細いんですよね。細いけどちょっと高めになってるという風な感じです。22フレット、ペグは5等のロック式になってます。で、ピックアップは杉蔵さんらしく P93 発になっていて、全て弾管ですね。で、リアとセンターは同じ弾管の P90 なんですけれども、フロントはカスタムショップのものになっております。で、ボリュームにトーンで、スリーウェイのスイッチに、ここにミニスイッチが1つついております。この辺は後ほどね、説明いたします。で、5等のブリッジです。で、ボルトオンになってます。でね、ここもレリックされてるんですよ。これかっこいいっすね。いやはや、とにかくね、かっこいいっす。もうほぼほぼね、パーフェクトなギターなんじゃないでしょうか。で、この P93 発がどういう配線になってるのかと言いますと、ここね、スリーウェイのスイッチになってるんですよ。で、このスリーウェイがどういう風になっているかというと、一番下ろすとリア、そして真ん中にするとリアとフロントで、上げるとフロントという風な感じです。なので、この状態ではセンターは機能してないです。で、センターをどう鳴らすかというと、このスイッチですね。このスイッチ一発でセンター直になります。なので、センターを使ったミックス音は鳴らないと。唯一鳴るミックス音はリアとフロントですね。それがスイッチオフ状態でセンターにしとくと、リアとフロントが鳴るようになっております。これはね、ちょっとね、すぐにでも真似したいなと思ってはいるんですけれども、めちゃめちゃ便利で非常にいいです。杉蔵さんはね、フロントとセンターをよく使うというお話をね、インタビューでおっしゃっているので、まあ、その中でもセンターは結構重要なポジションなんでしょうね。まあ、感想をね、お伝えさせていただきながら、音を早速鳴らしていきましょう。生音から。割と優しめな感じですね。枯れてるとかっていう感じではないです。ボディがね、レリックなんですけど、あ、これね、アッシュじゃなくてアルダーっぽいっすよ。なので、ちょっとね、柔らかめな感じ。アッシュのオールドとはまたね、全然違う、割と柔らかめな感じの音ですよね。まあ、ネックの塗装がね、薄いので、もうちょっとね、カサッとした感じで前に出るかなと思ったら、割としっとりめな感じの印象。じゃあ、リアのクリーンかな。うん、P90 らしい、ちょっと太めな感じ。P90 のね、ミックスはね、めっちゃいい音です。フロント。
強化だけどブーミーすぎずというところですね。そしてセンターです。うん、バランスがいいというかキャンキャンなりすぎないところがね、ここ杉蔵さんのポイントじゃないでしょうか。じゃあカッティングをリアでいきましょうか。ですけれども、ちょっとねリアで出すぎたりとかするところをこのセンターにすることによって若干引っ込むと、それがねまたねいい味になるって言ってるのがね非常によくわかりますね。でリアちょっと存在感を消すみたいな感じですかね。いやさすがですね、めっちゃかっこいい。ちょっとねオーバードライブいきましょうかね。でリアからいきまーす。でミックスですね。わあこれはかっこいい。これはね杉蔵さんっぽいというからしい感じ。フロント。あ、これもいいっすね。じゃあセンター、これもいい。まあ、結局やっぱいいっすね。いいっす。じゃあちょっとねブーミーな感じにして、ファンオジのティッティスクリーマーです。でフロント、しっとり気味なんですよ。アルダーボディにメイプルのネックなんですけれども、ちょっとね厚めなローズ指板になっております。でピックアップフロントがファンクおじさんの湯気同士で、リアが後藤になってます。印象としてはですね D2 よりは若干固めです。うん、でミックス、カッティングリアです。
撃力がある。じゃあオーバードライブいきます。リア、でミックス、個人的な大好きな方向に寄せてるんで、もう完全に自分の好みの音にしております。いかがでしたでしょうか。 D2 めちゃめちゃかっこよかったですね。さすがです。もう火の打ちどころがない。個人的にももう好みのパーフェクトなど真ん中という風な感じでございました。もう受注生産なのでね、もうほぼほぼ手に入らないものと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ぜひぜひ千葉管楽器でですね、触って弾いてみてください。これはね、 P90 の印象もね一気に変わって、もう自分のギターも P90 にしたいと思わせてくれるようなもう一本になっております。ぜひ千葉管楽器遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。シーマドでした。